太鼓の達人太鼓の達人タタコンでドドンガドンタタコン太鼓の達人タタコンでドドンガドンは2002年10月24日にナムコより発売されたコンピュータゲームである本作は太鼓の達人の家庭用ゲーム機ソフト第一弾であり通常のコントローラに加え太鼓を模した専用のコントローラタタコンで遊ぶことも可能であるアーケード版と同様のモードに加え コースごとに一定数の曲を演奏するサバイバルモードや100メートル走などのミニゲームが収録されている。アーケード版が稼働して半年後、家庭用ゲーム機への移植の話が持ち上がり、話し合いの末、太鼓型コントローラタタコンの導入が決まった。最初に販売部門へ提出された試作品は真っ白な模型そのものだったため、販売部門からの反応はいまいちだったが、 試作品が太鼓に近づくにつれ、社内でもその企画が受け入れられていった。基本的なシステムはアーケード版と同じくするという方針が立てられた一方、高価なソフトを長期的に遊ぶという家庭用ゲーム機のプレイスタイルに合わせるため、ミニゲームなどが取り入れられた。2000年の春、巧妙な太鼓達人が太鼓魂を込めて2つの和太鼓を作り、和田ドン 和田勝が誕生しました。二匹は日本中に和太鼓魂を広めるために上京し、太鼓の達人というアーケードゲームを作り、そしてみんなに太鼓の魅力を伝えていきました。そんなある日のこと、もっともっと多くの人に太鼓の魅力を知ってほしいドン。そうだ、家庭用でも作ってみるドン。ドンと勝の新たな挑戦が始まりました。太鼓の達人。 ついに家庭用に登場です。本作の主題歌は、高橋陽子が歌う、虹色、夢色、太鼓色であり、作中でも演奏が可能である。本作は、アーケードと同様のプレイを楽しめる点が注目された。タタコン同コン版は、販売から間もなく、品切れとなり、海外で生産されているタタコンが入荷されるまでの間、タタコンがオークションで高く売られていることもあった。 本作は、コンピュータエンターテインメント協会の第6回日本ゲーム大賞で優秀賞を受賞し、続く第7回日本ゲーム大賞では、最優秀賞を受賞した。2009年には、文化庁、メディア芸術祭浜松店にてプレイアブル出展された 4gamer.net のマリメラは、遊んでいた当時は、楽曲の選定について、気にしていなかったものの、今改めて振り返ると、 老若男女が楽しめる選曲だったと語っている。また、マリメラはアーケード版と同様のモードに加え、サバイバルモードやミニゲーム集のおかげで飽きることがなかったと評価している。ありがとうございます。